しがらみは断たれよ、観難は注げ、汝の意志をここに示さん。耐え抜きましたか。未来の旅人もしたたかですね。十分です。手合わせはここまでにしておきましょう。膝くらいはつかせるつもりでいたのですが、甘かったですね。確かアゼムと手合わせした時もそうでした。あなたといい、彼女といい、私の半分も生きていないのにたくましいこと。でもあなたの冒険がそれだけ、言葉で語ってくれたのよりもずっと困難の連続だったということでしょう。お互いに実りの多い旅をしてきたようですね。あなたを乗せてくれる気になったのかしら。よかったですね。その子、一度懐いた相手のことは忘れませんよ。これでいつでも背中を貸してくれるはずです。